バリエーションですね、まあ、使い勝手がいいんで、皆さんぜひ、練習してください。どんなもんかと言いますとですね、右足にこう立って高く低く、ここからエンドカウントで左右と横へステップしていきます。左右、こんだけです。こんだけ、はい。で、説明いたしますと、右足に高く立って低く立って、そう、ここでですね、右回転がこう行われている、こう上半身がこういうふうに、ここに寄っかかってください、ね、今日のこのバリエーションのサイドステップのテーマは寄っかかりです。はい、寄っかかる感じ。そしてこの状態で左足をステップします。そしてここでまたこっちへ寄っかかりながら、今度は左回転なんで上半身じゃなくて、下半身の回転なんで、上半身はあんまり意識せず、下半身が左へ、ここをちょっと寄っかかりながら左回転、ぐんとこう、動く感じ、回転ね。最初は、ここから上半身の回転、そして下半身がぐんと回転します。はい、このたった2歩なんですけど、この寄っかかりの、感触をね、自分で、練習してほしいんですよ。ここに寄っかかってる、こういうふうに寄っかかってる感じ。そしてここから左回転が行われて、下半身主導ですからね、左回転。こう寄っかかりながら下半身がビヨン、こういうふうにしっかり回転します。だから上半身は今最後の方はそんなに、積極性は全くないですよ。下半身が基本ですからね。はいはいはい。ですから今日はこのエンドカウントでエンワン、こういう練習をしてほしいですね。まあ、具体的にカウントはね、だん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 、いろいろやっていただいていいんですが、どうしてもカウントが欲しい人はですね、フォーワン、エンドツーぐらいにしておいてください。はい、エンドツー、これぐらいにしておいてください。カウントというよりはね、この体のシステムですね。上半身で足を置いて、この下半身がこう、はい、このシステムをしっかりやっていただきたい。ね、寄っかかって気持ちよくやっていく感じですね。そして反対は今度は左足体重で、左足体重で左に高く立って左に低く。そうしますと、これ下半身の左回転なんで、下半身主導でこのまま右足をこう横にこうステップします。今度は上半身の回転なんで、下半身をほっといて上半身をしっかりと右へ回そうとして、ブンッとこういうふうにやっていきます。はい、ですからここは下半身でこう左回転で寄っかかる感じで、足を置いたら今度は上半身、ここに寄っかかるような感じで、ボン、こういう感じで、やってほしいですね。ですから同じ、2ステップですけど、右へ行くときと左へ行くときとちょっと感触が全然違ってきますんでね、そこをちょっと確認してほしい。まあ、今までしっかりラテンのアームワークやってる人は、なるほどと分かってくださるとは思うんですけども、この応用でこのエンドガードでトントーンとこうはまるところね、寄っかかりの磨く、だからしっかりとボディを立ててですね、堂々と踊ってる中でですよ、ここで、にゃんとこう時にですね、こうしなりのあるようなこう動きがこう入ってきてほしいなっていう、ことでございます。これはバリエーションですけどね、ベーシックとバリエーション、基本といえば基本ですし、崩してますんでね、こういうのを取り入れながら、相手とこうずっとこう、ね、ルーティンとかある中で、こういうステップ絶対皆さんあると思います。はい、その中でですね、今私は申し上げたようなこう寄っかかりの美学ですね、正しいです。寄っかかって気持ちいいですけど、寄っかかりのこう、こういう、ルンバのね、こう雰囲気をですね、楽しんでいただければと思いまして、今日はこの動画にさせていただきました。はい、どうもお疲れ様でした。やってみてください。